はい、境町バスターミナル。オアシス21です。戻ってまいりましたっすか。一人行きましたね。だから、明大行きね、乗車可能なんでね。ただいま時刻ね、17時20分です。明大行き、5番乗り場からね、路上ではなくバスターミナルから発車となります。じゃあね、私栄16号系統の名古屋大学に乗車いたしますね。じゃあここは垂水橋口じゃありませんからね、立って待たないといけませんからね、乗車いたします。行儀よくね、並んだし、私もね、オウムさんはこうに従えなんですけど、今垂水東口ならね、座って待っておりますからね、立ち歩いて、私はこれでも帰れるんです。確か海辺22号系統だった。私はただいまからこのバスに乗車いたします。私と撮影できるように、案内放送あるまでね、待ちますね。こちらでね、仕切りがありますから。どんなに考えてもね、座って待たされること強に不思議でございます。まだ発車までね、あと3分ほどありますけどね、案内放送があって自動ドアがね開いてからね、乗車可能とあります。まだねバスに乗車していませんね。まだねおまけ付きなんですよ。忘れ物引き取りに来まして、こちらね2枚ね往復一応買っておりますけどね、なんていいんでしょうか。これね、気をつけ、私買っておりますけどね、これ一日乗車券ですが、一応ね忘れ物のまで交通機関ね、私これ使っておりますよ。もしもね、いただけるものはね、いただければいいんですよ、ね、ここ神戸じゃ名古屋ですから、なんといってもね違いますから全然。これね、ただ本日は使いません、一日券ありますからね。まあおまけ付きといったら変ですけどね、良心的でございますね。まもなくね到着しますがね、あ、バスが到着しました。案内放送があります。このバスに乗車いたします。バスはどうでしょう、別入社行きのバスの案内です。何でよろしいんですか、長いこちらです。何ですか、聞き取れます。多分入社後って聞こえたはずなんですけどね。ではね、乗車いたします。名古屋大学行きの放送ね、あったないよって、よく覚えてないんですよ。ただいまね、時刻17時26分です。自動ドアはね、自動ドアから入りました。行儀よくね、並んでね、乗車されてます。今の時間ね、垂水東口ね、バカの軍団です。
密になってるでしょうね。天と地の差でございますね。まだねバスが走ら出しませんのでね、終点まで約30分です。1分前ですので、ね、案内になりました。楽に、ね、お願いいたします。私も簡単にね他の方に移りますので、まあ、どうぞ前と立っていく。お知らせいたします。こちら栄16号系と名古屋大学行きです。今ね自動ドアロックがかかりました。発車往来です。前方のバスなんですが、機関2号系と機関バス中央走行の前後払いのねバスで碧山行きです。名東区です。非常に車内おとなしいのでね、私も声小さくねマイクで届く程度の声でねお話しております。次は栄東でございます。路上のバス乗り場ですね。21です。私はねとてもいいお花見日和でした。綺麗にね咲いておりますね。私も咲いておりますけど、名古屋大学に向けてね乗車いたします。終点まで乗車です。
四ツ谷通り3丁目です。次が名古屋大学終点ですね。名古屋の山の手に参ります。水分で、ね、日も傾いてまいりまして、もう日の入り時刻まであと7分ぐらいですね。18時10分前後だったはずですね。だからね、あのバス時刻いましたね。36分のバスがあるんでね、地上の景色見たいんで、あ、地下鉄ならね早く行けますけど、地下鉄まで大手山と矢事、ね、まで結んであります。明治を感じます。せっかくね、あのちょうどバス30分ぐらいなんでね、この通りの、ね、まあ、景色で撮影を行いたいんでね、タイミングでね、バスは1時間に1本来ますね。矢事までね、名古屋大学終点でございます。学ぶところですね。学ぶことです。学ぶところ、学び屋です。学ぶことね、嫌いじゃありません。肉体労働は無理ですけどね、学ぶことはね、利益を得ることはね、よろしいことですから。学問は必要です。その学問は絶対必要です。まもなくの終点ですね。明大です。名古屋大学。到着しました。名古屋大学終点です。はい、到着しました。明大です。名古屋大学、地下鉄もありますけどね。矢事西地、矢事なんです。バスが36分ね、あります。少しね、撮影も行いたいんでね、せっかくね、緑の多いところなんでね、足ちょっと痛いですけどね。こちらがね、乗車しましたね。栄16号ゲートの名古屋大学止まりです。こちらからね、イオンの矢事店に向かいます。いい空気吸ってね、その後向かいますね。名古屋の、ね、山の手でございます。私山の手好きですからね。名古屋大学です。明大ですね。国立大学法人です。よろしいですね。名古屋大学のバス停ですね。矢事11号系統のバスが18時36分です。
こちらがね、始発ようですね。日本県庁からは名古屋駅経由いたしますね。名古屋駅始発のバスです。とりあえずね、座りますね。イオンの矢事店にね、行きます。一枚来ますね、寒いです。名古屋の夜はね、冷えてまいりますから、大丈夫です。昼はね、暖かいですから。山の手のね、空気。シアターで十分だね。トラシャス、トラ、トラね、ありますよ。安全ですよ、ここ。守衛のところあります。いろいろね、本日まあ12時間経過しましたけどね、バスにね、お花見行きまして、バスに乗車して乗り継いでバス乗してバスね、久しぶりにね、こんなに乗車するのね、山陽バス以来ですよね。時間がない。地下鉄ね、目の前乗りますけど、景色もね、撮影したい。私の顔、名古屋大学かな、私の。学びたいですよね。こう大学ね、2か所参りましたけどね、学ぶこと忘れております。通信制の高校でね、大学のバス停まで来ましたらね、学問の話になります。通信制の高校、本年は3年で卒業可能だったんですけどね、私もう伸ばしちゃいました。結局はね、火星家庭科のね、教諭免許、家庭科の先生ですよね、先生取れる大学で、ね、通信制大学、結局は女性しかダメということで、かなりショック大きかったです。少し荒れておりました、私も。荒れてもね、自分自身がもう神経を行って、どなたにも迷惑かけてるわけじゃないんだね。かなり精神でね、荒れ出しました。それでね、通信制大学ね、行きそびれました。学ぶこと忘れておりません。私、高等学校卒業の学歴嫌なんですよ。大学の学士のね、学歴欲しいんですよ。勉強を行いたいんですよね。つまり火星科でなくてもね、いいんですけど、火星館もね、今女性しかね、ダメの可能性もね、もうこれはね、致し方ないんです。お茶の水女子大学はね、自称女性の方入学、昨年度、
今年度の昨年度から何か男女受付の話があったような自分の姿はちょっとわからないんですけど、うん、だけどね、今長い大学ですけどね、ダメですけどね、本日は一大と思いますが、これ次第ですよね、名古屋で言えば次第、名古屋市立大学の薬学部の前に来ましたね。要するに、文教地区ですよね。頭かしこくなります。冒険もそうですね、学ぶこともね、今回はこの中に冒険プラス学ぶことも今度ありますから。冒険もね、もちろん それは楽しみ、それはそれ楽しみですけどね、学ぶこともね、大事です。それはもう学びたくない方はそれでよろしいんですよ。いくつになってもそれは変わりありません。どなたもね、こうやってここで普通に話してもなんで、ね、迷惑ないので。吉岡先生結構、されてるって。大学なんかでは、ね、上品で私ね、これ山の手なんですよ。地下鉄に乗ればいい。地下鉄は景色見ないでしょ。この山手通り、まあ山の手です。名古屋の山の手でございます。この後私はね、矢事に向かいます。イオン矢事店です。イオン矢事店はね、10とね、コンサートあったって、ね、9時まで、21時までね、休憩可能なんです。まだまだね、地下鉄でもよろしいですしね、市バスのね、23時39分のね、栄22号系統でもね、帰れますから、どちらでも帰れますからね、心配しません。私はそういうことは駆使してね、行動いたしますからね、何ら苦にはなっておりません。自分で付き合ってね、行っていることもありますね。神戸で寝バスに乗車してもうざいことはありませんよ。名古屋駅の乗り場ね、頭に行きますよ。36分ですね。こうお話ししていまして、時間経過冒険に学ぶこと大事です。今回は旅行じゃありませんから。まあ研修とでも言ったらいいでしょう。研修でありね、ステイでありね、やっぱりトラベルじゃありません。トラベルと申すのはね、ホテルに泊まって楽することです。私はね、もう名古屋到着して今日の6日目ですが、よろしいですね。で、36分のバスにね、乗車を行うので、名古屋大学ですね。時間30分ね、私が話すと時間すぐ経過いたしますからね。このあとね、まあ、自動車の景色ですけどね、新地電車ありませんからね、私の顔新地電車ありませんからね、少し撮影を行います。このカメラ本領発揮するね、時間帯になりました。
名古屋大学のね。夜景。もう60分の1のシャッターでね、十分この時間帯になるとね、もう開放地、要するにね、まあ周りぼかしてね、撮影、それそうしないと逆にね、明るくなりませんから、感動をね、あげる前に。ではね、少しね、撮影を行います。名古屋大学のバス停、ちょっと11号系統ね、最後にね、こちらからの11号系がね、非常に行儀です。ですが、ただいまの時間帯ね、垂水東口からのね、納屋駅、地下鉄山手線納屋駅11号系と、要するにね、立ってるバスですよ。立ってるんですよ。11でしょ？立ってるバスね、密になっていますね。そしてね、立っていますでしょ、ラブホテルの前通過したと。それ間違いありませんからね、奥畑口のラブホテルね。なんだこれ、三景色ね。こんな感じですね、校舎キャンパス。キャンパス、こちら芝生です。ただいまよりね、11号系統でイオン矢事店に向かいます。地下鉄もありますけどね、バスを待ちます。この後動画続きます。